バレーボール全日本女子リオデジャネイロオリンピック世界最終予選まであと8日となりました。大会を前に研究していたのは微笑みの国タイ。世界ランク13位のタイは今バレーフィーバーなんです。そんな中、驚くべき事実が判明。先日、奇跡の優勝で世界を驚かせたレスター、この奇跡を導いたと言われているのがタイの僧侶。タイではスポーツ選手が試合前に祈ってもらうのは一般的なこと。あのレスター岡崎選手も祈祷したというトンチャイ氏がバレーのタイ代表にも祈りを捧げていたのです。レスターに優勝をもたらしたお守りを授けました。勝利は間違いありません。奇跡を生んだ力を武器にするタイ。日本はどう戦うのか注目です。